皆さんこんにちは、テーテーです。今日はですね、台風が来ていて、まあ長崎の方にはね上陸してないんですけどね、本土の方にはね、まあ一番風が強くてもまあお昼ぐらいだったんですが、もう今ね夕方過ぎて、もうね風もねまあ若干ありますけど、海もですねそこまで荒れてなくて、うねりがね少しね残ってるかなっていうぐらいです。まあ一応ね外海は危ないんで、一応ね港内を攻めてみようかなって思っております。まあね 1,2 杯釣れたらいいかなと思ってるんで、まあね、ちょっとなんとかね、イカをね、釣っていきたいと思いますので、どうかね、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。校内の方は、わりかしね、結構、風、まあ、うねりはね、全然なくて、まあ、風はね、向かい風でちょっと強いですけど、まあ、風速5メーター、悪くないかなっていうぐらいですかね。まあ、でも全然ですね、打てるぐらいのね、5メーターもないですね。5号ではね、5号になってたけど、実際感じてるのも5号ぐらいですね。まあ、こういう今ね見えてるこの校内のブレークがあるんですけど、こういうブレークをね主に狙っていきます。まあ大体こういうところ狙えばね、夏イカはね夕方がね結構いい形で、まあ今日はね1杯釣れればまあ大満足なんで、肩のいいねブルーポーションでね狙っていきたいと思います。どうかこちらのほどよろしくお願いします。今からですね、ちょっとね、校内の方を投げて、まあ、回遊して、ね、ね、イカをね、狙っていきたいと思います。大体、ね、うろちょろ来てるんで、大きいやつをね、まあ、早速狙っていきたいと思います。まあ、ちょっとね、声が届きにくいんで、近くでちょっと喋りますけど、まあ、続けてね、校内にね、ちょっと投げてみます。もういっぱい釣ったんで、多分出ないと思いますけど、まあ、一応ね、念のために、まあ、ちっちゃいのはね、いるかもしれないんでね、ちょっとそれ狙っていきます。
川区でね、多分小さいですけど止まりました。間違いない。このフリーホール中に触ってるな。お疲れ様でした。なんとかね2杯ね釣ることができました。台風がね来た時とか海が荒れた日とか風でね海が荒れてる日とかは、まあ、わりかしね港内を打つとね結構釣れたりします。
まあ、季節は問わずですね、夏イカでも春イカでもですね、結構釣れたりするんで、ぜひね、島内もね、狙われてみてください。夏イカはね、結構夕間詰めの時間とか、表層で結構ね、食ってくることが多くて、当たりもね、明確にね、出ることが多いです。もしよかったらですね、こちらからですね、チャンネル登録ができますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。